はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。13年目、9月3週。今週、カール、レースあります。キングカーニバルと金亀の子。まあ、タフと一緒です。キングカーニバルと金亀の子。で、タフはね、次どこ行きますかね。タフどこ行こうかな、次。1800。天皇賞秋はちょっと厳しいと思うんですよね。まあ、タフこう行こうかな。とりあえず。そして、亀が次ダート。まあ、ダートに戻します、亀は。まあ、やっぱ芝よりダートの方が良さそう。まあ、バーミリアの子。そして未来、久しぶりにね、ちょっと芝登録しました。まあ、ずっとダート走ってたんですが、まあ、最初2000だけ芝走って、まあ、久しぶりにちょっと芝行くと。さあ、キングカルド。よし、いいね。いけるかな、ここは。阪神競馬3レース。2歳1勝クラス。芝1600メートル。コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。北山態度、突っ込んでくる。先頭は北山態度。おいおいおい。外から差を詰める。邪魔すんじゃねえよ。残り200を切りました。アントニオバロンズ一気に追い込む。いやーこれ厳しい。キングカール。さあ最後グッと来て、よかったね。キングカール差し切ってゴール。一着7番キングカール。はい勝ちました。まあとりあえずここは勝ちか。まあ、この辺でつまずいてもらうと困るんですよね。ここはサクサクっとね、行ってくれないと。さあ、キングミライがスプリンターズステークス出走。まあ、あれは厳しいと思います、スプリンターズステークスは。そうやね。まあ、亀、ちょっとダートでいいんで頑張ってほしいですね。さあカールは疲れてない。さすがさすがですね。さあどんどんね進めていきますよ。カメ、まあぼちぼちやね。先行で阪神競馬4レース2歳1勝クラスダート1400メートル。コンディションは良。スタートしました。ガーシュウィン勢いよく。まあ、亀はね、あのコメントがなんかいいとかいうわけじゃないです。外から差を詰める。先頭はガーシュウィン。ドリームバレンチの苦しい展開。まあ、厳しそうだったらあの引退させますね。2番手ラインシュナイダー差を詰める。先頭が変わった。ラインシュナイダーガーシュウィン。ラインシュナイダー差し切って。はい、もうこれ位置も良くなかったですね。まあ、スタートも良くなかった。はい、いいとこなし。さあ未来、まあ芝はねどうですかね。ここから先は瞬き厳禁。果たして最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。スタート大事。スタートしました。16頭。いやーこれはダメでしょう。先行争い早くも先頭1番。これはダメっすね。外から上がるのはラインスピリット。はい、じゃあ飛ばします。もう良くないでしょ。1ラインスピリットわずかに先頭か。ここからが勝負どころ。はい、ダメです。スピリットわずかに先頭か。残り200を切りました。先頭が変わった。スリープレスナイト伸び足がいい。ネロ追ってくるが厳しい展開。スリープレスナイト、スリープレスナイト堂々とゴール。はい、芝苦しいですね。まあ未来も引退しましょうか。まあ短い、まあダートならね、まあ稼げると思うんですが、未来。はい。まあただこれも引退でいきます。キング姉ちゃんとストリートセンスの子、スピードコメントあり。ただまあ怪我が多かったですね。はい。じゃあ未来引退して、残りはタフキャノン、そしてカールとカメだけ。
カール。カールはね、ここは芝かな、とりあえず。どっか使いたいっすかね。まあ、1400いきますかね。G3 とかはね、ちょっと厳しいので。まあ、とりあえず行ってみましょうか。1400で。亀が疲れてる。亀休んでいいんじゃない？さあ、キャノン OK。いいね。いいねってか、まあ、印いつもこうなんですけどね。です。京都競馬3レース3歳以上1勝クラス。さあキャノンは印はいいよ。ここは行ってくれよ。おっせおっと、これは大きく出遅れてしまった。行きますって。キングキャノン、ふざけんなって。ここで先頭が変わった。ただ関係ないやろそんな。キングキャノン先頭、キングキャノン、キングキャノン、さらに差を広げにかかる。ここからが勝負どころ。これは余裕ですね。2番手フリベット、その後レッドアステル、キングキャノン先頭。今までも余裕で勝てたやろキャノン絶対。まあ能力はね、まあそこそこありそうなんですよ。まあ高いですよね。はい、坂目の子。まあこっからはこのキング坂目、そして祭りとかの子がね、まあ頑張ってくれたら。よし、ターフ行きましょう。まあいい戦いはできると信じてる。さあカール芝1400いきます。カールはちょっと絞りますか。気持ちいい。こここれは完璧でしょ。よし、完璧な状態です。に仕上がりました。タフ。タフもうちょっと絞ってもよかったんじゃない？さあ、キャノンは強かったですね。芝2000か。まあ、ちょっと長いところ使っていく。まあ、次なんですが、ちょっともうすぐ使いたいよね。もう一回芝2000。芝2000しよう。はい、行きましょう。キャノン。さあ、キングタフ、そしてキングカール出走。タフ。うん、まあ、ぼちぼち。東京競馬10レース。G2 府中牝馬ステークス。芝1800メートル。コンディションは良。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。まあ、とりあえずいつも通り前行きましたね。11番キングタフ。キングタフ粘る。キングタフ、スタートはいいわけじゃなかった。迫るディアドラ。さあ、ここから頑張ってほしいが、ディアドラわずかに先頭か。200メートルを通過。ディアドラが来て、伸び足がいい。まあ、2着は厳しい。3着か。ディアドラ先頭。3着粘れよ。ディアドラ押し切ってゴール。勝ったのはディアドラ。鞍上は岩田康成騎手。まあいい走りは見せてますかね。よし、キングカール来ましたよ。いけるよ。京都競馬11レース。オープンもみじステークス。芝外回り1400メートル。コンディションは良。スタートしました。よし、スタート OK。ほぼ揃いました。ここで先頭が変わった。さあ、ここからタイセイスターリー。カール大勢スターリー伸び足がいい。単独先頭は大勢上がってきてますよ。カール届くね。頑張っている。2番手キングカール差を詰める。キングカール、よし、カールいいじゃん。キングカール差し切ってゴール。ここは強かったっすね。カール来ました。さあ、タフレベルまでいけるか。よし、ここ勝ったか。はい、そしてキャノン。まあ、ちょっとここサクッと勝ってね、2連勝決めてほしいですね。
いや、カールなかなか良かったですよ、これ。まあ、芝のやっぱ短いところを使っていく。ただ、ちょっと休み出したいね、これ一回。まあ、いいところ買ってくれたので、一回ちょっと休み出して。1600。そうやね、次1600。まあ、朝日杯狙えるのはちょっと狙いたいですよね。さあ、キャノン、ここも、ゴリッゴリの20丸。来ましたね。はい、お任せで。京都競馬6レース。3歳以上2勝クラス。芝2000メートル、コンディションは良。スタートしました。好スタートは、ここで先頭が変わった。先頭は、キングキャノン。キングカノン粘る。先頭はキングカノン。キングカノン後続を。さあ、ここからキングカノン大丈夫か。いや、ちょっと苦しいか。ちょっと苦しいかこれ。いやー、キャノンここ勝ってほしかったな。まとめてかわした。いやー、これまあ惜しいっすけどね、勝ってほしかったっすね。そうか、じゃあキャノンちょっと休み出しますか。まあこれ無茶できないですよ、キャノンもね。よし、ターフ行きましょう。いい勝負できると思います。そしてカールが戻ってきた。カメも戻ってきた。まあカメはダートで使って、カールは、まあ、とりあえずしますね。スピード磨きます。ただ、パワーも大事。で、調子整えて、まあ、どこ使うかまた決めます。さあ、タフ。シュバルグランカー。東京競馬10レース G2 アルゼンチン共和国杯芝 2500m コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まあ、スタートは OK。 まずは先行争い。ここで先頭が変わった。先頭はキングタフ。キングタフ粘る。先頭はさあ、タフ良さそうですかね。粘る。 200m を通過した。粘れ。タフ粘っている。2番手クリールカイザー差を詰める。いやー、苦しい。まとめてかわした。シュバルグラン差し切って降臨。はい、まあまあ4着と。よし、じゃあカールはまあちょっと調子整えたいですね。もう一丁。OK。で、カメ、タフ。タフね、ちょっと決めたいなと思う。あ、エリザベス行ってほしかったね。ただ、ステアーズステックス行きましょうよ。はい、行きましょう。からの、まあ、有馬記念とかね。まあ、ちょっと長いところ持っていきましょう。さあ、亀が芝の 1400？ 芝の1400か。もう一回使っときます。芝1400。まあ、ダート行こうと思ったんですが、まあ、ちょっとじゃあ芝1400行ってみるか。カール。カールは調子っすね。整えないといけない。さあ、ちょっと坂強めで。よし、いい感じに仕上がりましたね。はい。あとは、ま、次、どこ使うか決めるだけ。まあ、天皇賞春も取ってますし、まあ、ちょっとなんとか3600頑張ってほしいね。
さあ、亀。印はぼちぼち。京都競馬4レース2歳1勝クラス芝外回り 1400m コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。後衛版ミーノ突っ込んでくる。先頭は後衛版ミーノ。ロイヤルバローズ外から差を詰める。わずかに先頭は後衛版ミーノ。亀来てます。先頭がいける。そこそっからいや、ダート行こう。ダート。ダート戻りましょう。カメ、とりあえずダート行こう。ここは、まあちょっとカールなんですが、まあ、とりあえず朝日派でいいかな。次はまあそこまではぼちぼち調整しつつ、まあちょっと鳴らし程度に走らせるっていう感じですかね。まあ今の484ちょっとキープしたいので、よし、タフ行こう。厳しい戦い、辛いレースにはなると思うんですが、キャノンね、そろそろ、機種もね変えようかなと思います。カール、じゃあここはちょっとだけ絞りつつ、馬なりもしっかり使っていく。そうですね。まあでもね、これはいい戦いできそうです。中山競馬10レース G2 ステイヤーズステークス芝 3600m コンディションは主。スタートしました。まあスタート普通。スタートは中50長さん。まずは先行争い、来い。タフクリールカイザー、勢いよく追い上げる。先頭はクリールカイザー、迫る。さあタフ、こっからしんどいか。ちょっとクオリア残り200を切りました。逃げる逃げる。そうか、沈みましたね。ビートブラック頑張っている。名将クオリア追ってくるが厳しい展開。ちょっとこれは厳しかった。長いか。さあ、亀。亀、芝の1200次。いや、無理じゃない。ダート行こうよ。ダートの短いところ行こう。まあ、1400あたり行きましょう。まあ、タフやっぱ、ベストはやっぱこの2500くらいまでやね。まあ、天の地春取ったっつってもね。まあ2000、まあ200、まあこの辺とかね。はい、OK。じゃあ、カール。まあ、とりあえずちょっとカール頑張ってほしい。ここもね、芝ですね。ちょっと一回合わせやっときたいな。ここダートで行くか。ダートじゃない。坂で行こう。よし、これで。あと朝日を待つだけ。よし、行くぞ。そして亀。タフ。タフはね、有馬行きます。まあ、厳しい戦いになるんですが、まあ、やっぱ出走させたい。まあそんな感じです。
ここは軽く絞りたい。ポリトラでいきます。ポリトラで、まあこんな感じですかね。まあ、プラスよし、完璧ですね。これじゃない、完璧な状態。さあキングカメ、久しぶりにダートに戻ってきました。中京競馬6レース2歳1勝クラスダート 1400m、 コンディションは良。スタートしました。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はサトノアイリス、トモジャドット勢いよく追い上げる。先頭はトモジャドット、トモジャドット粘っている。いやー、これは来れないですよね。まあなんとか2着、2着入っとこう。キングカメ追い上げてきた。よしよしよし、オッケー。迫るキングカメ、まあダートっすね。カメはダートに使っていこう。はい、分かってました。こいつはダートです。あーカール、やっぱちょっとここは厳しいか。ただまあ一応印はつくんすね。オッケー。まあ横にサリオさんいます。日本競馬の明日を担う若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。熱戦必至の発走までもう間もなくです。スタートしました。マイネルシーガル少し出遅れた。まずは先行争い、まあ飛ばしちゃいます。13番、まあもうちょい前行ってほしいですけどね。追いすがるセカンドテーブル。あーこれは厳しいな。マイネルラクリマわずかに先頭か。もうすぐ分かりますよね。セカンドテーブル、マイネルラクリマわずかに先頭か。坂を登ってマイネルラクリマ、マイネルラクリマ頑張っている。先頭が変わった。サリオス伸び足がいい。ステルビオまとめてかわした。この辺はちょっと厳しいな。お、レコード。はい、そしてタフが有馬記念。まあ今回ここまでちょっと確認して終わりますかね。お、キャノン来た。ちょっとここね、機種変えたいなと思います。どうすかな。男海老名でいこう。カールは、まあ、ただそれ使いたいレースはない。まあ、ちょっと休んでもいい。カメか。まあ、カメ次もね、まあ、ダートの短いところ。まあ、この辺ちょっと使って、行きたいなと思います。はい、それじゃあ、飛ばそうかな。さあまずはキャノン、印はいいですね。ここちょっと逃げいきます。阪神競馬5レース3歳以上2勝クラス芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。少しよし、スタート OK。 まずは先行争い、位置は位置大事。まあ大丈夫か、前壁か。サウンドテーブル内から追い上げる。わずかに先頭はダノンインパルス、坂を登って。出た出た、よくわからん動き。先頭が変わった。こっから外出してさ、ね、来るわけないやん。先頭振りの封じ、先頭でゴール。どんな走りしとん。何がしたかった本当今のは。あータフやっぱ苦しいね。有馬記念とかもこのクラスだとちょっと苦しいっすね。サットルナリアが人気ありますね。まあシュバルグラン、シュバルグランさめっちゃ出てくるね。まあ強いですけどね、ジャパンカップ取ってるんですが、あ実際の話ね。役者が揃い舞台が整った中山競馬場。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台有馬記念、まもなく開演です。スタートしました。少しスタートはまあ OK。 まずは先行争い、飛ばしちゃいます。クロコスミア勢いよく追い上げる。先頭はクロコスミア、位置はいいですけどね。粘っている。先頭はクロコスミア、
ただまあ内からグッと来るかっていうのあるよね。勢いよく追い上げる。残り200を切りました。ただこれは粘ってなんとか2着入ればかっこいいよ。入ったよ。まあ、やっぱちょっと G3 あたりに戻りましょう。さあ14年目突入っすね。ちょっとこの辺ねどれかセール出すかもしれないっす。まあこのガールとか出してもいいよね。ああ、坂目もね。姉ちゃんか。まあ、牝馬残してもいいんですか。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。